はい、LAL のサラです。お疲れ様です。プログミングコンピューターネタです。N プログですけども、なんかじわじわりきってますよ。アクセスもじわりじわりと伸びていて、で、クロームもじわりじわりと作られていて、お、だんだんこれはっていう感じなんですけどね。ちょっと、PR させていただきますと、N プログというのは、ランプログを目指したものです。ランプログ、私と同年代の方であれば、コンピューター好きの人であればですね、記憶にあるかと思うんですけども、ライフボートという会社がね、当時、販売しておりまして、アリティ社というところが作っていた、パソコン用のプログなんで、32ビット、当時30、いやいや16ビットパソコン、9801で動いたんだな。はい、それで、MS-DOS ので初めの頃ですよ。MS-DOS で動くやつで、それで、ランプログ、2万円、当時で2万円ぐらいだったと思います。もう今でこそ2万円の言語処理系なんていうのはないんでしょうけど、当時は破格に安かったんですよ。当時のね、リスプ処理系なんて、そもそもあんまりないし、市販サイトなんては10万円そこら軽々したしね。リスプのコモリスプなんかも、マッキントッシュコモリスプなんてのも十数万はしたと思いましたがね。言語処理系はパソコン用といえどもやっぱりね、10万円そこらは軽々したんですよ。だその中に2万円というのは安かったんです。で、インタープリターしかなかったんですけど、なかなか高性能でしたね。で、これで随分と楽しませてもらったし、勉強にもなりましたし、非常に思い入れのある処理系なんですけど、これの互換を目指して作ったのが N プロログです。N プロログの方はインタープリタだけでなくて、それほど最適はできてないんですけども、コンパイラーもついております。そして、あそこです。ラズパイですね。ラズパイ。最近、ご無沙汰してるんですけども、ラズパイ、これ、ラズパイ400ですけども、これでも軽々動きます。軽めの処理系にしてあります。コンパイラーもちゃんと動きます。で、ラズパイの場合ですね、GPIO、に、アクセスできるように、その術語も追加してありますので、コンパイラーすると、ラズパイバージョンは自動的にワイヤリングパイが組み込まれるようになっております。これで L 値化だとかね、サーブモーターを動かしたりとか、センサーで温度を計測するとか、そんなのもプログで、やることができるようになっております。懐かしいお感じになる方も多いかと思うんですけども、RT プログはもう入手できないのですが、N プログだったらただで手にありますんで よかったら、お試しください。プログとかリスプ、前にも散々喋ってるんですけどもね、これに出会った時は本当驚いたんだね。それまでの、本気になってか、あの人生かけて本気になって取り組んだっていうのは思う2つあって、1つは音楽なんですよ。15歳ぐらいの時か、高校生の時に、ディープ・パープル、リッチ・ブラックマーのですね、バーンを聞いて、ぶっ飛んだんですよね。もう何回も言ってますけれども、あれを聞いて、もう絶対に音楽やりたい、でエレキをリッチみたいに弾けるようになりたいって言って、やってたんですね。本当にもう周りが何と言おうや、教師にお前はバカかとか散々言われたけど、それでもやっぱり音楽にかけたかったんですよ。それで大学行って勉強するだけで軽音でバンド活動とかやってたんですけども、なんかね、限界が見えてきて、プロで通用するほどの力もないんじゃないかななんて思った時に出会ったのがパソコンだったりプロログなんですよ。プロログには驚きましたね。
まあ、今の若い人たちとかは、なんだこの奇妙な言語はっていう感覚らしいんですけども、当時のね、二十歳ぐらいの私はものすごくショックだったんです。プログラミング言語、まあ、当時入手可能だったのはベーシックぐらいしかなかったんですけどもね、あと Z80 アセンブラか、まあ随分楽しみましたけども、所詮ノイマン型コンピューターで、要するに順番にこうザーッと実行していくだけなんですよ。ところがね、プロログというのは論理型であって、バックトラックしていくんです。それもユニフィケーションという仕組みがあって、バックトラックしていくんです。まあ、詳しいことは本読んでください。これにはね、ものすごく当時知的ショックだったんです。それで論理をベースに、さもなんかこう人間のような推論をしていくんですけれどもね、まあ推論といっても、こう一定のアルゴリズムに基づいた不可優先探索なので、それをもって思考してるのかって、それは違うだろうってことなんですけれども、当時の私はいかにもなんか推論、人間のような推論をしてるのが、しかもパソコンで動くっていうので、ものすごく知的なショックだったんです。なので、いまだにその2つですね、本気で追いかけてるのはね、音楽と、コンピューターに派生して数学ですね。コンピューターをよりよく理解するためにはどうしても高等な数学を学ぶ必要があるということで、40歳ぐらいの時に新潟大学理学数学に入れてもらって、学部レベルですけれども、数学の最低限の素養の勉強をしました。その時に複素数関数だとかベクトル解析だとか、最低限理工系で最低限必要だというものを、習得をしたと、いうことなんですけれども、まあそんな話が長々言ってますけども、思い入れのあるプロログなんですけども、懐かしい方も多いかと思うんですが、ぜひやってみてください。今ね、うちの次男ともいろいろやり取りしてるんですけどもね、今の若い方たちっていうのは、すごくこう物質的にも恵まれてて羨ましいなと思う反面、これだっていうのがなかなか皆さん見つけられないような気がしてるんですよ。あまりにも豊富にいろんなものがあるから、もうあれもこれもこれもみたいな、あるいはあまりにも豊富にあるもんだから、何かこう自分で作ろうみたいな気持ちになれなかったりとかして、本気になれないみたいな若い人が多いような気がしてならないのですね。うちの息子の次男もどうもそういうふうなので思い悩んでるみたいなんですけども、まあその辺は私と似たような性格なので、これだって見つかれば怒涛のようにやつまでやるのでしょうけども、見つからないっていうのはやっぱり辛いみたいですね。で、私は最初は音楽だったし、コンピュータープログにドハマりして、まあ、そこからもういろいろ深く学んで、派生したものを学んでみたいので、よかったなと思っております。なんかね、こう見つけられるといいですよね。せっかく生まれてきたので、それこそニーチェのザラトゥストラもちょっとじっくり読んでみたいなと思ってるんですけども、なんか虚無に落ちるのっていうのは辛いですよ。何か追い求めるがない人生っていうのはね、どんな時でも、どんなに辛くても、何かこう追い求めるっていうことをしていたいなって、生涯にわたってですね、追い求めていたいなというふうに、私は思っております。はい、まあいろいろと無駄話じゃない。これです。N プロログ、ぜひご覧になってください。いじくってみてください。それじゃあ、またお会いしましょう。